はい、皆さんこんにちは、カズエンドです。今日は家族でですね、福島県棚倉町にあるルネッサンス棚倉というところにですね、来ました。ここに来た理由としては、今年、パワープロユーザーたちを集めてですね、全国各地でいろんなイベントをやりたいなと思っていて、ここもね、一つの会場になるんではないかということで視察に来ました。で、本当にいいところだなと思っていて、もうまさに支配人の方とね、いろんな細かな調整だったり、いろんな話をしているっていう感じなんですけども、いや、ここで本当に、パワープロ合宿みたいなのが開けるのかなって、ちょっと、まだ、本決定じゃないんですけど、こうやってね、いろんなことができる一歩を踏み出したんじゃないかななんて思っています。子供連れてきたんですけど、乗馬ができたりだとか、あとはですね、本当にサッカー、野球、あと今日ちょっとね、別な目的でもあるんですけど、ドローンをね、飛ばしたりだとか、もう本当にいろんなことができるんですね。で、温泉もあって、で、スポーツ施設ということもあって、食事も本当にヘルシーで美味しく、食べられるということで、本当になんかたくさんの方にね、知っていただきたい場所だなって感じました。イベント会場として使えるようにですね、今本当に絶賛交渉中でございますので、皆さん楽しみにしていてください。そのね、動画、今回旅をしてみて、どんな感じの施設でどういう感じで遊んだかみたいな動画、また別途公開させていただくんですけども、福島県、ね、7年前に震災の被災地でもあり、この福島県にですね、3月11日に来れたということで、本当にいろんな感情になりました。7年っていうね、歳月だけを考えると、本当に長いですし、いろんなことが変わって、いろんなことが起きた7年でもあるので、震災を忘れちゃった人もいるかもしれないですし、もっと言ったら、この7年で生まれてきて、震災を知らない方々もね、たくさんいるんだなっていうことを、ちょっとね、ツイッターとかニュースとかで見てですね、ちょっといろんな感情になったという一日でしたね。私もですね、7年前、震災を受けて3ヶ月後かな。まだアップバンクっていうところにいたんですけども、ヤフーさんと一緒にですね、震災復興のためにですね、ボランティア活動をさせていただいたりとか、させていただきましたけども、未だにね、仮設住宅で暮らしている方たちとかもいるっていうことを耳にしてね、やっぱり大変な苦労をされているんだなっていうのを感じております。ちょっとね、そういうのを、私なりに、何か支援できるっていうことはなかなか難しいんですけども、ちょっと考えた時にですね、やっぱりより多くの人にやっぱりこの起きたことであったりとか、こんなことがあったんだよっていうのを広めていくっていうことはですね、やっぱり私ができる一つの手段として、思い立ったのでですね、やっぱり今日は動画として公開させていただきました。で、この後にですね、当時私が復興し支援という形で行かせていただいた時に撮った写真をですね、そんなに多くないんですけども何枚か公開させていただきますんで、そちらをぜひともご覧ください。で、少しでもですね、ああこうだったんだ、あの日は、自分は何してたかなとかね、そういう気持ちを持っていただいて、一人でも多くの人とですね、こういうことがあったんだよみたいな会話をしていただければ、それがですね、被災者の人たちに何かプラスになったり、元気になったり、勇気づけたりっていうことにつながるんじゃないかななんて思っております。なかなかね、やっぱり難しい一日ですけども、私たちが暮らす日本で起きていることですから、少しでも皆さんね、思い出して過ごしていただければいいかなと思っております。はい、ということで写真を見てください。で、またちょっとね、暗い話だけじゃなくて、やっぱりここの地でですね、全国にいるパワープロの楽しんでいる人たちと集めて何かイベントができるようにやっていきたいと思いますので、皆さんご期待ください。じゃあそんな感じで今日の動画を終了したいと思います。また動画でお会いいたしましょう。バイバイ。